おはようございます。トーキングマウンテンのダッチです。秋です。登山の魅力を動画でお届けします。今回は四国愛媛県の日槌山土小屋ルートを紹介します。ミッションはね、2つあります。1つは日槌山の綺麗な紅葉を堪能すること。で、2つ目が、登稜ルートで山頂に立つことです。石井津といえばね、腐れ場が有名なんですけど、この登稜ルートは岩場がものすごいらしいです。で、2人ともね、初めてなので、まあ、危ないと判断したら、まあ、撤退します。で、通常の登山ルートで山頂に行こうと思ってます。ただね、今回はその天狗岳の向こう南千峰までたどり着きたいと思ってます。それでは動画をアップするまでが登山、命大事に、よろしく行くぞ。ここがね、土小屋の駐車場です。で、奥にはね、モンベルもあります。もう駐車場がね、パンパンです。で、第2も縦に長いんですけど、もう結構後ろの方に止めました。大人気です。はい、あちらが僕ら先ほどまでいたね、亀ヶ森でございます。はい、駐車場にはね、トイレも完備されてます。中ね、自動で蓋が開いて、とっても美しいトイレです。ありがたいです。今現在気温がね、9度です。日が当たってね、暖かいんですけど、うん、やっぱり寒い。いや、今のところめちゃくちゃいいですね。はい、歩きやすい。まあ、登稜の方に行かなければずっと平和な登山道のはずですけどね。はい、はい、山頂まであと 3.5 キロです。駐車場からもう1キロぐらい来たんですけど、これ一切登ってませんよ。いいんでしょうか。めっちゃハイキングです。時たまね、あの地面がズルツルになるので、うん、それぐらいですね、今のところ問題というか気をつけるのは。もうとにかくね、道は平坦で歩きやすいし、景色もずっと見れますんで、今んとこもう最高しかないですね。紅葉、黄色い葉っぱの紅葉、いいと思います。綺麗ですね。綺麗です。これは期待できるんじゃないでしょうか。はい、はい、休憩所に到着です。ご覧ください、これ。今からあそこに行くんですよ。登れるんですか。うん、いや、こっからはね、もう今まで以上に景色がもうめちゃくちゃ広がって、ほら、もうこれ見ながら歩けるわけじゃん、うん、いや、見れてよかったね、これ。はい、これ見れんっていう時があるわけだけどね。あ、そうですね。今日見事に姿出してます。うん、ありがたいよ。いや、あの太陽がね、当たって風がないんで、もう急にクソ暑くなりました。本当暑い、びっくり。いや、さっきね、脱いどってよかったです、ほんま。ナイスタイミングだったわ。はい、これが秋登山のね、難しいところです。はい、歩いてきた道が見えます。ずーっとほら、素晴らしいです。で、目の前には亀ヶ森です。本当だ、土小屋ルート最高です。最高最高。でも僕らには登稜が待っています。行きましょう。はい、山頂もあと2キロですね。あっという間ですよ。多少登りはあったけど、基本平坦な道だったもんね。はい、はい、だいぶね、近づいてきました。もうギザギザですね、ほんと。まあ、綺麗なんですけど、だいぶ枯れてますね。やっぱりもう遅かったんでしょうか。はい、たどり着きました。
東陵基部の分岐です。ここに休憩所が目印ですね。で、あの分岐がありませんね。ただちょっとした踏み跡がこうついております。それでは本当にね、命大事にいってきます。危ないと思ったらね、もうここに撤退して引っ返していきますんで、行きましょう。はい、もういきなりすごい変貌ですね、秋さん。はい、よいしょ。あら、どうしました？はい、ご覧ください。あら、通行禁止でございます。いや、これはね、しょうがない、行くのをやめることにします。ああ、秋さんは嬉しそうな顔してますけど。してません。はい。しょうがない。引き返しましょう。で、通常のルートで山頂目指しましょう。はい。いやー、残念ですね。やっぱ嬉しそうじゃない。え？そんなことないですよ。ウキウキしてんじゃないか。いや、やっぱウキウキしてんな、あいつ。はい、戻ってきました。まあ、すぐそこでしたけどね。まあ、行かれる方はね、自己判断で行ってください。僕はやめときます。はい。で、今からね、二の鎖元小屋に行きますけどね。南千方行きたいです。あそこは今日はもう絶対に、渋滞はしてるでしょうけども、それは絶対に、遂行したいと思ってます。いってらっしゃい。アキさんも行くんですよ。え、一緒に。え、なんかようやく登りが始まったというか、はい、で道もガラガラしてきました。そろそろ、二の鎖小屋に着くと思います。はい、二の鎖小屋の分岐に着きました。翡翠山頂まであと 0.6 キロとなっております。鳥がありますね。はい、二の鎖小屋ですね。後ろを向くと二の鎖に行く道と迂回路ございます。はい、どうしますか？こちらです。はい、はい、右出し。私はもう南千方に行くのかっていうことで頭がもういっぱいいっぱいなんです。南千方は絶対行きますから。これ秋さんが苦手なやつじゃないですか。下が見えるやつ。こっち左走行なんでね、大丈夫です。あ、下りは怖いんじゃ、こっちが。そうですね。なるほどね。こっちはいいです。はい、はい、順調に向かっております。アキさん、天狗岳どれですか？真ん中だと思います。はあ、ははあ、で、その左が南千方ですか？なるほど。はあ、大したもんですよ、アキさん、はい、今からあそこに行こうっつうんですから。はい、この奥に行きますとね、三の鎖、四十山山頂に直接登れるというね、鎖がありますけど、もちろんアキさんね、全スルーですよね。全スルーです、こっちです。それもこれもみんな南千方に登るためです。いや、アキさんの覚悟を感じます。さあ、いよいよアキさん山頂でございます。どうぞどうぞ。よし、目の前ですよ。はい、山頂に到着でございます。しずちさん、1982メートル、いただきました。それでは、ひとまずは天狗岳に行ってきます。今日思ったよりも渋滞してませんね。
前回と違ってね、今回は全く霧がありません。もうこれ以上ないっていうぐらいいい天気です。慎重に慎重に行きましょう。アキさん、もうちょっと。わあ、絶景です。はい、アキさん、いよいよこの上、天狗岳です。いいよ。天狗岳1982メートル、いただきました。はい、秋さん、第一関門クリアということで、次が第二関門の南仙峰です。それがあれですね、とかなり今神経をすり減らしております。秋さんでは南仙峰行ってきます。はい、南仙峰に向かっておりますが、天狗岳と見分けがつきません。デジャブですね。ここを登り切ると山頂ですね。アキさん、本当順調です。よし、着きました。もう一個向こう。あ、でも、もうちょっとじゃないですか。あ、そこ怖そうね、アキさん。あ、大丈夫だ、うん。ちゃんと下に地面があります。いや、これはもうアキさん楽勝で、クリアですね、ほんと。南仙峰、いただきました。アキさん、おめでとうございます。ありがとうございます。南仙峰来れましたね。はい、やりました。だって天狗がかける2って感じだったもんね。そうですね、天狗ですね。おめでとうございます、はい、もう早く帰りたいです。はい、でこれからさらに天狗かける2するということで。そうそうか、頑張ります。帰らないといけないですか。はい、じゃあアキさん頑張ったということでね、僕もね、行けるとこまでとね、行ってみようと思います。はい、今南仙峰の先に来ております。今のところね、問題なく歩けてますが、ああ、ここはねちょっと怖いかな。はい、ここがね、僕が来れる限界です。で、これが登稜ルートになります。見えるでしょうか。これですね。で、ずーっと行ってます。で、あそこは登山口ですね。では気をつけて戻ります。はい、今日落ちない。じゃあとりあえずね、二人で石内さんまで帰ります。帰ります。行きましょう。はい、恐ろしい。あ、見える見える。はい、まずは天狗岳に帰ります。はい、天狗岳です。帰ってきました。で、お次は石内さんに戻ります。今回は四本は指導物にならずに、あ、もうなってます。
今回もやっぱり4本足でした。お、ちょっと歩きましたね、立って。はい、こちらがね、多分一番最後の難関です。ここはね、帰りの方が断然怖いです。順調よ、順調。最後のやつ、はい、あれ怖いね。怖い。僕もヒヤッとしました、あそこ。はい、何回言っても怖いもんは怖いです。はい、はい、いや、2人とも頑張りました。頑張りました。小屋に行きましょう。はい、コーラが飲みたいです。コーラが飲みたい。コーラが飲みたい。はい、見事頂上山荘で三ツ矢サイダーゲットしました。 300ml で400円。安い。安い。じゃあどうぞ、アキさん。うまい。うまい。それでは、土小屋登山口まで帰ります。はい、アキさん、しっかりと目に焼き付けておいてください。次も見れるとは限りません。さあ、アキさんのこう苦手な透けてるゾーンですけど、ああ、もう違う。何千歩に行った女はやっぱ違う。足場がしっかりしてますからね。さあ、楽勝で歩いております、アキさん。はい、ここは絶対間違えないでくださいね。土小屋方面ですから。従事者に行くともうえらいことになります。土小屋登山口に帰れます。はい、真ん中が天狗岳。はい、で何千歩か、すごいとこ行って帰りましたね。はい、はい、2人とも無事下山しました。以上、石津山土小屋ルートを紹介しました。最初はね、登頂ルート進入禁止でね、残念だなと思ってたんですけど、今はね、この進入禁止の札が外されてどうぞって言われてもお断りしますと僕は言いたい。それぐらいマジで危険な匂いを感じたので、本当にお勧めしないです。2度目の石津山天狗岳2回、何千歩1回、全く慣れません。成長したと思ったんですけどね。成長しません。怖いだけです私は。でもチャレンジしてよかったです。はい、この動画が参考になったら高評価ボタンを押してくれると嬉しいです。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。では動画アップするまでが登山、次回の登山も命大事に楽しくいくぞ。